見て分かりやすい、はいはいはい、バスケットみたいにどんどん点が入るとか、そういうのがこうアメリカの特徴ですね。これは日産とかトヨタとかトラックを使ってあのやるレースですよ。これはスピードよりもなんか丈夫さを競うみたいな感じですね。これ壊れなければいいですね。400馬力ぐらいのエンジンの。これやっぱ四輪駆動ですか？四輪駆動もあります、ね、あ、壊れちゃってますね、さっき。あれでもいいんですよね、要するに関係ないですよね。ゴールすれば。ゴールすれば。壊すためにやるよね。こうなると遊園地のあの車みたいになってしまうですね。そうですね。ビール見ながらポップコーン食べてみる。これは、あ、これは何のグランドを購入しちゃうんですか？あの、スタジアムとか野球の、野球場とか競馬場とかそういうところを使ってあの土持ち込んでコースを作るんですよね。まあ、なかなか体壊れちゃうんですね。でもまあ、でもやると面白いんでしょうね、これもね。デコレーショントラックですか？かつてデコトラと呼ばれてたんですね、こういうの。そうですね、これはもう、あの発電機を積んでる人もいるんですよ。電気つけるとバッテリーが上がっちゃうんで、わざと発電機をつけて。夜なんかすごいですね、ネオンみたいなトラックがね。よく塩湖が流れてますよね、中に。あ、そうそうそう、意外とね、こういう人たちはね、車大事にするんで、ね、飛ばさないんですよ。こういう絵っていうのは、ちゃんとプロの人に描いてもらうんですか？でも高いらしいですよ。あの描く人がいるの、プロの。そうですか、うん。エアブラシっていうんで、丁寧に描くんですけど。やっぱり孤独なんでしょうね、運転長距離やってると。だからああいうんで連帯感持ちたいんでしょうね。これなんか撮影会とかあるみたいですね、そのいろんなイベントがね。あ、あるみたいです ね。あとあの最近では自転車を改造して、あの中学生ぐらいが、あのこういうの作ってるアート自転車ね。アート自転車、カーステつけて、でバッテリー積んでチカチカやって走ってます。こうやっていろんな色塗りたくった引っ越しセンターってある。